五代アバコーン校、第五代アバコーン公爵、ジェームズ・ハミルトンは、イギリスの貴族、政治家。就職前に、アルスター統一党所属の庶民委員議員を2期務め、後に王室家政長官に任命された。ハミルトン公爵、ジェームズ・ハミルトンの長男として、ロンドンで生まれる。母親のキャスリーン・ハミルトンは、クリントン死爵・ヘンリー・クリントンの娘。 父親が第四代アバコーン公爵となった1953年から自身が就職する1979年まではハミルトン公爵の儀礼称号を称した。イートンカレッジを経てイギリス王立農業大学で学び、1952年にクレナディアガーズに入隊。1964年イギリス総選挙にロバート・グローブナー教の後継として、 ハーマナサウスティロン選挙区から立候補、政界入り。以後1970年イギリス総選挙で落選するまで、アルスター統一党所属の庶民院議員。1979年に、父親の死去により、借位を相続、グレートブリテン貴族、アバコーン公爵として、貴族院に議席を得る。貴族院改革のあった1999年11月11日まで、 在職した。1970年にティロン県長官となり、1987年から2009年まではティロン県知事も務めた。1999年、ガーター勲章を受訓。2000年から2008年までアイリッシュガーズの名誉職の隊長に任じられており、加えて2001年から2009年まで王室家政長官の職にあった。 2012年10月17日からガーター騎士団長に就任した。アバコーンは1万5000エーカー以上の土地を所有するアイルランド島最大の地主の一人であり、北アイルランドティロン県ニュータウンスチュワートのバロンズコートを邸宅としている。2006年6月19日、ガーターセレモニーでセントジョージチャペルへ向かうガーター騎士団員、アバコーン公爵。手前の人物は、 アンソニー・アクランド。1979年6月4日の父、ジェームズ・ハミルトンの死により、以下の爵位を継承した。1966年10月20日に、ウェストミンスター寺院でアレグザンドラ・アナスタシア、サーシャ・フィリップスと結婚した。彼女の妹ナタリアは、第6代ウェストミンスター公爵ジェラルド・グローブナーの夫人となっている。夫婦の間には似男一女が生まれている。 ありがとうございます。